はい、皆さんこんにちは、渡辺浩二です。ついにですね、YouTube で、僕の How to をやることになりました。皆さんの好きの上達に、ちょっとでも貢献できるように頑張ってやっていきたいと思います。まあ、中級者向けですね。腰が回ったりだとか、あとうまくそのスキーの上に、ポジション取れない人のためのレッスンをやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、そしたらですね、早速ちょっとポイントなんですけども、僕の普段のそのレッスンで、一番気にしてるのはやっぱりこうバランスを取るっていうとこなんですけども、常にそのスキーのエッチングからターンに入っていって、でうまくその接面を捉えていく、そうすることで、ターン中のバランスだったり、あとはその腰が回るとか、内倒するとかっていう、ミスターンっていうんですかね、そういうのを少なくしていって、よりスムーズに、ターンが、できるようなところを心がけているんですけども、特にそのターン導入時にしっかりその荷重、回旋、角付けっていうこの3つの動作で、ターンに入っていくと、そういうところでそのスキーが雪面を捉えてよりスムーズなターン後になっていくっていうところを意識して滑っています。その荷重、回旋、角付けなんですけども、足の動きとしてはまずその太ももですね、太ももをぐっとこう内旋させる、そして膝下のこういうピボットひねる動作ですね。でこれを曲げ動作で、やります。曲げ動作、軽く足を曲げる動作、よくと少しこう足を押し出して、エッチングをするパターンもありますけども、最初押し出してしまうとちょっとこのスキーのひねりが使いにくい、ちょっとこういう風に角が立ちすぎてしまうので、この状態でやっぱりこういう動作っていうのはやりづらくなりますので、曲げながらスキーのひねりがうまくできると非常にいいのかなと思いますので、そういったところをちょっとポイントとしてまずは1本滑っていきたいと思います。はい、そしたらですね、外足のエッチング動作をプルクで、確認していきましょう。荷重、回旋、角付けです。まず太ももを内側に、絞っていく、あと膝下のピボットで、荷重動作、曲げ動作で、動きを始めていきましょう。高い姿勢から曲げながら太ももを回旋させて、膝下のピボットを行います。高い姿勢から行います。高い姿勢からエッチング動作、はい、高い姿勢からエッチング動作で、この曲げも軽く曲げのイメージでいいですね。あんまりお尻が落ちるまでやってしまうと少しバランスも後傾になりやすいので、軽く外足を曲げながら太ももの回旋と膝下のピボットを意識します。そうですね、立ち上がって高いポジションから必ずスタートします。よくね、ずっとこの腰の位置が低いままこうしちゃう人が結構見受けられますけど、これ結構辛いです。なので一回リラックスしてしっかり外スキーに乗り込んでいく意識を持ちましょう。
必ず高い姿勢から立ち上がって足を曲げながらスキーの向きを変えていきます。こうすることで、しっかり自分の重さが外スキーに、伝わって安定したポジションができると思います。はい、乗り込んでいくときにトップが下に下がりながらテールが外側に膨らんでいくと、例えばこうとかね、これはちょっとこう足を伸ばしてやってますけども、まあ僕うまく回れてるからねこれはあんま良くないですなるべくこのひねり、曲げ動作で入っていくで徐々に外足のエッジングでポジションが、定まってきたら、徐々に内足も少し外スキーに合わせて、ターン内側への回旋を使っていきます。まあ、最初はワイドスタンスでいいんじゃないですかね。あんまり急にスタンスを狭くするとまたそこでバランスを崩しやすくなりますので、ワイドスタンスぐらいでいきましょう。で、少しスピードもありますので内足も返していきます。必ずエッジング動作を意識してターンに入るようにしていきましょうか。はい、深いポジションから徐々にスピードが速くなってきたら、体の位置を重心移動で内側にセットしていくことで内足のスタンスも狭くなっていきます。ほい、はい、皆さん、どうでしたでしょうか。今日はエッチング動作のところをポイントとして、滑りましたけども、特にそのターンに入る時の荷重、回旋、角付けっていうところが、ターンで、バランスを取ったり、あとはよりこう質の高いターンにつながるためのポイントになってきますので、その辺を、しっかり、意識してもらえるとより、かっこいいターンに、なっていくと思いますので、ぜひ、皆さんこれを参考にして練習してみてください。ですね、これからまたいろいろなレッスンをしていきたいと思いますので、次、何かこういうのをやってほしいなっていうコメントもお待ちしてますし、チャンネル登録をしてもらって、これを活用してもらって、皆さんのスッキーにつながっていけばいいかなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。All aboard!